王宮霊は中華民国の政治家、雲南派に属する、字は竹村、夢木区。新末に日本に留学し、法政大学を卒業した。この時に雲南流日学生総監を務め、また中国同盟会に加入している。1911年9月末に、サ津は東欧次行らによる昆明十九危機に参加した。 雲南軍政府が成立した後には民事を担当した。1913年、王は雲南特軍所秘書に任命された。これ以後、党を継ぎ、行の配下となる。五法運動が開始されると、靖国貫軍総司令部軍法所長に任じられた。1921年、雲南陸軍軍法科課長となり、1923年、雲南財政支支長に昇進した。 1924年、段気髄が臨時出生として復権したことを受けて、王宮霊は北京に赴く。そこで教育総長に任命される予定であったが、実際には就任できなかった。結局、王は雲南に戻り、小政務委員権事を運指に任じられた。これら以外にも、普天銀行行長、東陸大学名誉校長なども歴任している。 1927年2月、東欧次行が部下のリュークモラ4ジュ氏の兵兵により失脚してしまう。党の副審であった王宮霊もまた下野し、政界から事実上引退した。日中戦争期間中には、雲南省参議会議員に選出されている。中華人民共和国が成立した後も、王宮霊は雲南に止まった。雲南省政治協商会議員。 雲南省仏教協会会長などを務めている、1951年死去、去年73、ありがとうございます。